収束することを願っております。でもう一つどうぞ皆さんお願いしたいことがあるんですけども、本当に自宅でいるときにですね、聖書を御言葉と親しんでいただく、祈りを本当に大切にしていただく、その中で教団からの要望もあって、祈祷会も教会で行うことができないといいますか、休止する形になっておりますので、今ですね天沼教会では、他の教会でもなさってるんですけども、電話祈祷会を始めたいと願っています。そのことについて詳しくですね、松田先生の方から説明ございます。来週からですね、天沼教会はですね、セブンス・デイ・アドベンチストともに祈る会というですね、教団の任意団体の助けを借りてですね、電話祈祷会をさせていただくことにしました。毎週水曜日、この祈祷、自粛のですね、体制の間はですね、毎週水曜日の夕方7時半から8時半までの時間ですね、電話を使っての祈祷会をさせていただきたいと思います。今ですね、画面に出させていただいておりますけれども、アクセスの方法があります。まず03-4578-0172にダイヤルをしていただきます。で、この部分ですね、このアクセスするまでの少しの時間ですけれども、料金が発生します。だいたい20円から30円ぐらいだろうと言われていますけれども、そしてつながってからですね、音声案内が流れます。インターナショナルアクセスへようこそ。参加されるウーバーカンファレンス番号を入力後、シャープを押してくださいというアナウンスがあります。そうしましたら818-273-1108シャープをダイヤルしてください。シャープを忘れずに押してください。そうしますと無料でこの電話祈祷会に参加することができます。賛美を歌い、短くですね賛美を歌い、そして読み物を朗読させていただき、そして一緒に祈る時間を持ちたいと思います。いくつかですね、注意事項とかですね、こうしたらいいですよというですね、こともありますけれども、今画面にですね出させていただいているアクセス方法をですねご確認いただきまして、また、ホームページとかにもですね、上げれればというふうに思っておりますけれども、この YouTube でですね見ていただいた方はぜひ、このインターネットでの案内を見ることができない方などにですね、ぜひ、お伝えしていただいたりですね、お誘いしていただけたらと思います。それ以外にも毎月第1日曜日の朝5時半から6時半もですね、この、共に祈る会の電話による祈祷会も行われています。先ほどありましたが、各教会でもこの電話祈祷をですねしてくださっている教会がいくつかありまして、そこの中ではですねどなたでも参加していいですよというオープンなものもありますので、また青年によるですねインターネットオンラインでの祈りの組などもありますので、もしですねそういったことを興味あり、また参加したいという希望の方はですね、教会にお電話くださればですね、私がご案内させていただければさせていただきます。ぜひ覚えてください。よろしくお願いします。ぜひですね、本当に礼拝賛美するということ、それから祈るということ、御言葉を学ぶということは大切ですね。本当ぜひ皆さん工夫なさってください。本当に神様は共にいてくださいますし、こういう状態だからこそもっともっと大きなね祝福、霊の力、支えを与えてくださると思います。祈りながら進んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではただいまから礼拝に入ります。